たわけじゃなくて、たまたまオーバーオールかぶったんです。しゅうちゃんは中学校からのお友達で、あのなんですけど、一心伝心で、昨日本当にしゅうちゃんに、あの今日オーバーオールで来てってお揃いコーデにしようって言おうと思ったんやけど、さいちゃんが返信くれやんだから来年返信くれやんかったから、それ言えやんくって、オーバーオールが着てきたいって言えやんかったのに、今日さいちゃんが着たらオーバーオール着てたからめっちゃびっくりして、すごいな僕は返信返信で、あの今代官山のアイビープレイスにおって、いやもうちょっとなんかパンケーキ食べ始めてしまって高校のこんな状況なんですけど、あの一番最初の綺麗な状態写真で残したから、写真ここら辺に貼りますめっちゃ美味しい。アイビープレイス何回か来てるけど、パンケーキはあんまり食べたことないから。アイビープレイスかもな、ネックレスもな、見て見てないすごい見て全身あ、こっちやったこっちやなかった今日はあの、それちゃんと一緒に撮りたい動画があって、踊る動画なんやけど、あ、なんか光ってるよ、踊るあの、何そうそうそう、今日は動画なんか撮りたいダンスの動画があるから、それをまた、なんか野原とかで野原あの、なんか葉っぱの上で撮れたかなと思ってますじゃあ、食事を続けます。はーい、カーカーカラスと一緒にカーカー、今ですね、新宿御苑に来ました。で、今からさよちゃんに、あの、なんかあの撮りたいなと思っとった TikTok があって、それをさよちゃんにダンスをあの教えたいと思います。教えてもらいますやってみよう。じゃあやってみよう。今日は天気がちょっと雨やから逆にいいよな。嬉しいですということで、さやちゃんと TikTok 撮りました。2曲見てね、2曲撮った。 Hey boy と、あれもう一つはタイムパラドックス。 あのね、僕のポケットの未来を覗いてきっと笑ってくれるかな、それは君のこの先出会うあなたの痛み打ってくれ魔法ということでですね、ぜひ見てください TikTok チェックなりチェックラッチェックラということで、もう少しまったり新宿御苑を楽しみたいと思います。あ、今日の私たちの衣装、あ、またまたあれですけど、ちょっと衣装を言いますと、見てください、シミラールックしかもたまたまの打ち合わせなしのオーバーオールかぶりです。かわいいやろ自分で言ったの言ってくれるから、誰か言ってくれるかな、かわいい。そして今日はですね、お日柄もよく良いか分からん、お日柄もよく、
涼しい御苑を楽しんでおります。はい、そうなんか全然涼しいからさ日焼けしてる感じがないんですけど、うん、まあでも紫外線は雨の日でも本当にすごいすごい映したいよな、ね、逆立ちしてる人がいます、うん、でも逆立ちうまいできんのやる、うん、やるか、うん、えやってやってそう新体操習っとったから本当測定すっごい綺麗ね、めっちゃ綺麗直立すごいめっちゃ綺麗こういう感じすごい落ちたおお危ないすごい何の話ですか何の話やねん、ね、大丈夫ですかこんなので大丈夫ですかじゃあ私たちはしばらく新宿御苑を楽しんで、はい、その後はその後のことはまた考えたいと思いますチェケラチェケラかな。いやさっきさ、さゆちゃんまた、さゆちゃんがちょっと遅れてはないけど、うん、待ってる間にオーツミルク追加のコールドブリューコーヒー飲んじゃったから、コーヒー飲みすぎやからどうしようかな、ゆずストラスティーとかにしようかな。さゆちゃんしようって思って諦めたやろ。いやなんかピッピッピーとかやろうと思ったんやけど、さすがにちょっと人目を気にした。スターバックスで進みたいと思います。ちゃんちゃんとナイトプールに来ました。ナイトプールは多分人生初で。これ水着は愛ちゃんからいただきました。愛ちゃんからいただいた水着が着たくて今日はさゆちゃんをプールに誘いましたイエーイ。じゃあこれからちょっとそんなに泳ぐのは得意じゃないんですけど、プカプカ浮きたいと思います、はい、入ってみて入水深いんかな、あ深い、冷たいよ着水ふえちゃんはゆうきの動画を撮ってくれてるからまだプール追加のに入ってないつらに優しいつらつらちゃんと楽しみたいと思います。携帯かかっちゃうよ。結構近い。ちょっと離れます。
ゴール。楽しかったです。バイバイ。じゃあ家帰るから。どこやねん家。ピョン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 。あの東京タワーが見える。見える？うん、あ、下がる。めっちゃちっちゃいけどな。ちょっとだけに。うん、じゃあそっちに行くわ。怖い。え、泳げる？え、泳げるかって聞かれたら、うん、すごいんだけど、うん、バタ足で 100m 泳げる。え、すごいやん。すごいやろ。え、息継ぎせず？息継ぎあり。100m で息継ぎなしちゃやばい。100m 息継ぎありでバタ足で泳げる。クロールはさ、ちょっと息継ぎ難しいもんか。確かに。バタ足って出てやんの？バタ足。バタバタバタ。あ、顔上げてってこと？そう。へえ。え？泳げやん私。25m 泳げやんと思った。ナイトプール。楽しかった。な。なんかあの。プール最初入った時は冷たかったけど、今はもうこの温度が快適やから外に出たくない。やばい、もうこのまずあの地球は大きくって身長の割にプールが深いから、まあなんかということで。